田中九十女性リスナークリスマスフォートナイトで3人も集まらない説ということでね、今回ね、まあちょっとね、田中九十生涯で実は彼女もいたことないし、女友達もいたことないんですよ。そんな俺でもフォートナイトのね力を借りれば、もしかしたらね女性リスナーね集まるかもしんないんでね、今回ねディスコードで1時間ぐらい待ってね、女性リスナーがね3人来るかね検証していきたいと思います。はい、これがディスコードだ。お、来たな、群馬最強。来なさい、こっちに、俺のチャンネル来なさい。あなたは女の子ですか？女の子です。希望捨てちゃいかん。俺も女の子と荒野行動になりたい。俺荒野行動のね記事からねこの発想をいただいたからね。リスを、リスを来い、リスを来い。おい、リスを待って、おい、リスをさ、待って、リスをドン、ウォッチするだけじゃなくてこっち来い、ウォッチするだけ。珍獣じゃねえんだよ俺は。俺は何、オラウータンじゃないの、人間なの。リスを来なさい、ここに。リスを来なさい、声聞かせなさい。来たな、ほうじ茶ってやつが来たぞ。なんかこいつも見たことあんな。あ、来なさい、ほうじ茶さん。女の子か男の子か確かめてやるわ。こんにちは。こんにちは、女の子ですか？はい、女です。え、なんかちょっとボイチェンっぽくない？ボイチェンっぽくない？なんかなんかマイクがマイクの調子が良くないのかな。はい、どう、本当に女の子？あ、はい、そうです、18です。へー、てことでね、まあ、検証の結果1時間とちょっとで女の子ね3人集められたんでね、このね4人でやっていきたいと思います。で、名前はなべこ、ほうじ茶、タンメルス。いや、マジでワクワクしてる。なんでバッチングこんな遅いんだよ、ふざけるな。55時間ってなんだよ、みんな。お、外出すぎだろ。みんなと喋りたいから、ここ利用か。ミスティメドウズ降りそうです、敵が。いや、降りなさそうか。いや、あれだな、みんなのこと聞いてっか。え、タンメルは高校生だっけ？いや、25です。25、え、社会人？そうです。お、え、俺の先輩じゃん。敬語使わなきゃダメ？やっぱ。全然。タンメル先輩とか。やっぱ全然ウケねえ。なんか申し訳ねえ。俺常に滑りまくってる。ありがとう、ありがとう。貢いでもらった。女に見つかさせるクズを紐男、田中球児。じゃあみんなね、どういう仕事してんの？それ言っても許される？鍋とか。まあ大丈夫です。え、何の仕事してるの？コンビニです。コンビニか、大変じゃない？結構。まあでも慣れちゃえば。深夜とかじゃないでしょ？深夜もやってます。マジか、やっぱ深夜来る客うざい。正直。いや、そんなこともないですね。よかった。俺行くたびめっちゃオーナーに嫌わ、嫌そうな顔すんだよね。温めてくださいって言うと。マジですか？そう、ナビこれ取ればいいよ、全然俺持ってるから。え、タンメルは何の仕事してんの？な、はい、それ言ったか。はい。すいません、ボケ老人です。すいません、舞い上がってるんですいません。ナビは何の仕事してんの？音楽系ですね。え、マジ？マジ？すげえ。え、歌えるの？いや、そっち側じゃないです。あ、じゃない。え、でも演奏できるんでしょ？あ、まあ、やってはいました。すげえ。へなんでそんな興味なさそうなんだよ。おじちゃん今聞こえたぞ。へえみたいな。興味なさそうすぎるだろ。せめてもうちょっとへえぐらい言えよ。へえ。それごめん、これ俺が悪かった。俺が悪かった。お、あとそうだ、ほうじ茶ちゃんも一応、ほうじ茶ちゃんは高校生じゃん。なんか聞かなす、コメントで言われるんだよ、これ。ほうじ茶ちゃん聞かなすぎじゃねお前みたいな言われると思うから、やっぱ平等に聞きたいんだけど、ほうじ茶ちゃんでも、僕でも俺学生はぶっちゃけ何やってるか分かってるからさ。深掘りすることがないんだよな、高校生とか。どんな高校行ってんの？工業高校とかあるじゃん。普通の共学の学校です。あ、そうなんだ。はい、じゃあそうが大変だね。あ、敵めっちゃいる。なんだこれ、これボットか。ボットですね。ボット鑑定士いるな。ほうじ茶ちゃん何、彼氏とかいたことあんの？じゃあそんな強気だけど。あります、あります。本当に彼
女じゃないの、それは。恋的に。いや、彼氏です。いや、恋的にってどういうことですか。いや、そうなんですよ。ごめん、これ怒られちゃう。いや、結構怖いもんね、そういうのね。そうですよ。ここまで言うけどさ、鍋とさ、タンベル的にこれ、本当に女だと思う、これ。声的に。どうだろう。タンベルはどう思う。女の子だと思いますか。ああ、そうなんだ。はい。鍋はなんか前、参加型で、ほうじ茶さん参加してた時に、普通に女の子だと思ってたんですよ。おー、じゃあ女の子なんだ、本当に。いや、そうです、そうです。待って、はい、今思ってたんですよって言ったよね。ってことは今はどっちかわかんないですけど。ああ、じゃあ女の子なんだね。じゃあ、いやなんか俺の男センサーめっちゃ男だって言ってんだけどね。まあそうだ、女性3人に聞きたいんですよ。聞きたいんだけどさ、このバスケ女可愛くない？可愛くないって言われたんだよ、お前。この俺のスキン可愛くない？めっちゃじっくり見るじゃん。そこまでガチで選別しなくていいけど、なんか、うん、いや、あんま、うん、あんま可愛くない、もしかして。わかりました、大丈夫です。この子可愛くないですか、このタンメルさんの。あー、可愛いですね。え、マジで金髪女子いいですよね。マジ、え、待って、いい、ね、待って、俺バスケ女の方が可愛くない？あ、わかりました、ありがとうございます。これが感性の違いってやつなのか。あいつら放置しようか、面倒いし、戦ってるしね、やり合ってるみたいですし、はい、そうそうそう、そう、どんな男がタイプなのっていう、これセクハラなんじゃないの。うるさいからね、本当に。セクハラじじいいないの、職場に。いますよ。いますよ。いや、俺の発言、割とセクハラじじいと同等の発言しない、ここ最近。あ、もっとひどいです。え、どんなこと聞いてくんの。でも、いや、聞くっていうより、普通に下ネタがすごい。すごいですよ。え、音楽業界とかもあんの。ありますね。え、なんかそういうの嫌いそうな、高潔な魂持ってそうなの。コンビニってあんの、そういうの。客はさ、まあ客って話しかけてくんの、言うて。あ、それすごい気になる。俺話しかけますよ、めっちゃ。え、ああ、あれだよね、あの、温めますかとかじゃないですよ、あの、そういう感じじゃないですよ。それは俺も話しかけてください、温めてくださいとか。レジットいらないですか。え、連絡先とか聞かれたことあんの。ありますね。マジで、すごい連絡先、めっちゃバイタリティあんじゃん、そいつ。なんか、そのバイトの高校生にも聞いたりとかする人はいた。おぉ、言えばいいじゃん、未成年インコですよ、それ、やめてくださいって。男でも女でもそうだから。それ、やっぱ女性が多いの？男でも聞かれてる人いる？いや、女の人が多いです。やっぱ聞かないんだね、男にみんな。本当に聞く人いるんだ。どう逃げるの、そうやって。あ、もう丁寧にお断りします。やっぱ丁寧にやすんだ、うん、あ、そうですね。やっぱ例えばさ、黙れとか言えないもんね。言えない。いや、なんかあれじゃん、これからさ、なんか適当にそれ言えばいいじゃん、電話番号とか。そういうさ、なんか内閣なんとかなんとかとかさ、そこの言い電話番号で、ここ、これですって言って、それやれば大丈夫なんですかね、それ。いや、ちょっと怒られるかもしれない。いや、でもいいじゃん。やっちゃった。あ、やったんだ、俺。やったんだ、ナイス。俺、なんかあいつは勝手に自滅したのかと思ってたわ。落としました。ナイス。ってことでね、結論としてはね、女性、コンビニ店員の女性に人の話、あの、連絡先を聞くのはやめましょう。迷惑です。そうだそうだ。ってことで、クリスマス、はい、まだそうだ。お前聞く側だろ、絶対このは。もういいんだぞ、ほうじ茶。最後の最後だ、本当の声見せてごらん。
はい、ということで田中球児はクリスマスにフォトナ配信するとリスナーさんにも集まらない説をやっていきましたが、女性リスナーは意外と集まるということが分かりました。お疲れ様でした。おつおつまあ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 。